こんにちは、よろき先生こと中村です。いつも励みになるコメント、本当にありがとうございます。さて、今日の例題はこちらです。まずは要点を理解して、それから解けるように練習していきましょう。数学苦手な学生さんとか、やり直し社会人の方でもね、一から意味がわかるようにしっかり作りました。巻き戻しとかね、倍速再生も駆使して、徹底的にインプットしていきましょう。では、ここから授業です。どうぞ。ここでは一次関数とは何なんだということについて勉強していきます。端的に言うならば、一次関数っていうのは y イコール ax プラス b の形で表されるものです。詳しく見ていきましょう。で、これまでに僕らが勉強してきた関数っていうのは、中1の時にやった比例と反比例っていうのがあるんでしたね。比例っていうのは y イコール ax の形で表されるものでした。これの意味っていうのは、 y っていうのはこの間何算が隠れてますかっていうと、掛け算ですよね。 x を a 倍したものだよと、これを比例と言うんでしたね。例えば y イコール 2x、 y は x を2倍したものだよと、 y イコールマイナス 3x も比例です。 y は x をいつもマイナス3倍したものだよと、分数になっても一緒ですね。 y イコール4分の 5x っていうのは、 y はいつも x を4分の5倍したものだよと、これらは全部比例です。あと僕らは反比例っていうのも勉強してますね。y イコール x 分の a の形で表されるものでした。で、これはね、式変形をすれば、これの両辺を x 倍すればもっとわかりやすいんですが、x×y イコール a になりますよね。これはつまり、掛け算したら、x と y を掛け算したらいつも同じ値になるよと、これを反比例と言うんでした。例えば y イコール x 分の2、これは x と y を掛けたらいつも2になるよという反比例の式です。y イコールマイナス x 分の3も一緒ですね。x と y をかけたらいつもマイナス3だよと。見にくいかもしれませんが、y イコール 4x 分の5。これも反比例です。x と y をかけたらいつも4分の5になるよという意味です。で、ここからがメインテーマ。じゃあ、一次関数ってどういう形の式かっていうと、一次関数は y イコール ax プラス b の形で表される。それを一次関数と言います。ちょっと具体例見てみましょう。1個100円のお菓子を x 個買って、10円のレジ袋に入れる時の値段を y 円とするよと。さて、 y は x の一次関数であると言えるでしょうか。どう判断するかっていうと、 y イコール ax たす b の形になるかどうかで判断するんですね。だからとりあえずこのね、文章の状況において y と x の関係を式に表してみましょう。もし x が1の時、これはお菓子を1個買うということです。お菓子1個買う時、100円のお菓子1個と10円のレジ袋の代金がいるんで、これは110円になりますよね。じゃあ x が2の時はどうでしょうか。100円のお菓子を2個買う、そして10円のレジ袋の代金が必要なんで、210円とわかります。このように具体例を考えていくと見えてきますよね。じゃあ x 個やったらどうでしょうかっていうと、100円のお菓子 x 個に10円のレジ袋の代金なんでね、 100x 足す10円と表されることがわかります。で、 y っていうのはその買い物の値段なんで、 y イコール 100x 足す10と表されることがわかります。そしてこれは y イコール ax 足す b の形になってますよね。この y イコール ax 足す b っていうのは、 x を a 倍したものに b 足してくださいよという意味です。x を100倍したものに10足してくださいよと。だからね、この y イコール x たす b の形が出来上がっているんで、 y は x の一次関数であると言えるということがわかります。で、最後に重要なことですが、実はこの比例の式 y イコール ax っていう形も一次関数の一つです。この一次関数の式 y イコール ax たす b において、この b の部分を0にした時に y イコール ax っていう比例の式が出てきてくれますよね。だからもしですね、一次関数であると言えるかって聞かれた時に、比例の式になったら、それもやっぱり一次関数だよと、比例の式も一次関数だよというふうに答えてあげてください。これにて要点は以上です。理解できましたでしょうか。ではここから例題見ていきます。次の r から o を y を x の式で表して、y が x の一次関数であるものをすべて選ぼうという問題です。まずは括弧1からいきましょう。30リットルの水が入っている水槽に毎分2リットルの割合で X 分間水を入れた時の総量が Y リットルであると。この時 Y が X の一次関数であると言えるか、どう考えればよかったでしたっけ。というと、 Y を X の式で表せって言われてるんでね、やっぱり Y イコールの形を作って、特にね、この一次関数である時はどんな形になるかというと、
y イコール ax たす b という形になると。こうなったら一次関数なんですね。だから僕らにとって大事なのは y を x の式でまず表すことです。で、そのために必要なのは具体例を考えることです。例えばこのあの状況、x が1やったら一体 y はどうなるでしょうか。具体的に考えてみましょう。まず30リットルの水が入っている水槽があるんですね。そこに毎分2リットルの割合で水を入れると。これはどういう意味かっていうと、1分間に2リットルのペースで水を入れていくよっていうことです。で、その時にね、全部で水が何リットルになるかと。それが y なんです。じゃあ x イコール1の時は1分後なんでね、さらに2リットル入るんで32リットルになるねと。x イコール2の時は2分後なんでね、またまたさらに2リットル入るんで34リットルになります。最初にやった30リットルに追加で4リットル、2×2 の4リットルが入るんですね。じゃあ x 分の時はどうでしょうかっていうと、最初にやった30リットルに2リットル ×x 分分が追加されるんですね。つまり 2x 分が追加されると。だから y イコール30たす 2x。整理すればね、y イコール 2x たす30となることがわかります。で、これは y イコール ax たす b の形になっているんで、一次関数であると言えますね。じゃあ次、e はどうでしょうか？考えていきましょう。縦の長さが x で、横の長さが y であって、面積が30平方センチである長方形だと。これもね、図や具体例を考えていきましょう。縦の長さが x で、横の長さが y で、面積が30平方センチなんですね。じゃあ僕ら、ここから一体どういう式を出せるでしょうかっていうと、x×y イコール30ですね。面積は縦×横で求まるからです。で、僕らは今ね、y を x の式で表しって言われてるんで、y イコールの形にする必要がありますよね。じゃあこの x×y イコール30、どうやったら y イコールの形になるでしょうかというと、両辺を x で割る、x 分のの形にすればいいですね。左の辺、左辺が約分されて、y イコール x 分の30となります。じゃあこれにて、y を x の式で表せましたが、これは y は x の一次関数であると言えるでしょうかというと、言えないですよね。これは反比例の形です。一次関数ではないです。一次関数は y イコール ax たす b でしたもんね。じゃあ次、u 行きましょう。うは時速50キロで x 時間進んだ。その時の道のりを y キロとすると。やっぱりこのね、速さ距離道のりを見たらね、この木端、木の下のハゲジジイの図を思い出すと便利でしたよね。距離を求めるには速さ×時間でし、速さ求めたければ距離割る時間、時間求めたければ距離割る速さでよかったんですね。じゃあ今、時速50キロっていうのは、これは速さのことでしたね。1時間で50キロぐらい行く速さだよと。だからここが50です。で、x 時間進む時間ですね。時の道のりが y km。道のりっていうのは距離のことです。じゃあこの図が教えてくれてるのは、y は 50×x だよっていうことです。つまり、y イコール 50x とわかります。もちろんね、この図を使わずに意味で言ったっていいですね。時速50キロは1時間で50キロ進むような速さやねんから、x が1の時は1時間進むやから50キロと、x が2の時は2時間進むやから 50×2 で100キロと、x3 の時は3時間なんで150キロと、そう考えたら x 時間はね、50×x と出てきますよね。いずれにせよ、y イコール 50x と出てきますが、これは1次関数と言えるでしょうか？というと、言えますね。y イコール 50x は比例という関係ですが、比例も一次関数の一つです。比例は y イコール ax、一次関数は y イコール ax たす b。この一次関数の式において、b の部分が0の時、比例になるんでしたね。だからこの y イコール 50x という比例の式は一次関数であると言えます。次 a 行きましょう。a は底面が一辺 x センチの正方形で、高さが3センチメートルである直方体の体積を y 立方センチメートルとすると。直方体ということなんでね、やっぱり図を考えてみましょう。底面が一辺 x センチの正方形だと。で、高さが3センチやって言ってるんですね。で、この立体の体積が y ということですが、じゃあ体積ってどうやったら求まりましたっけ？っていうと、体積を求めるには、底面積かける高さで求まるんでした。今回底面は一辺が x センチの正方形なんで、その面積は x かける x で x2 乗となりますね。
で、高さは3なんで、x2 乗、底面積 x2 乗に3をかけます。これで体積が求まります。つまり整理すると、y イコール 3x の2乗となります。じゃあこれは y が x の1次関数であると言えるでしょうか？というと、言えないですね。y イコール ax たす b の形じゃないからです。じゃあラスト O 行きましょう。O は1個80円のガムを X 個買って500円出した時のお釣りが Y 円です。これも具体例を考えてみましょう。もしもガムを1個買ったとしたら、これは80円かける1個で80円かかりますね。その時500円出したらお釣りは一体どうなるでしょうか？というと、500-80 で420円ですね。じゃあ2個の時はどうでしょうか？80円のガムが2個です。そしたら値段は160円です。この時お釣りは 500-160 で340円となります。3個でも同様ですね。80円 ×3 個で240円やから、お釣りは 500-240 で260円となります。じゃあ、X 個やったらどうでしょうか？っていうと、かかる値段は80円 ×X 個ですね。だからお釣りは 500-80X とわかります。つまり、お釣り Y は 500-80×X です。整理して並び替えるとね、Y イコール -80X たす500となりますね。じゃあこれは一次関数と言えるでしょうか？というと、一次関数です。Y イコール AX たす B の形になってますもんね。Y は X を -80 倍して500足してくださいよという形です。以上よりですね、y が x の一次関数であるもの、y イコール ax たす b の形、もしくは比例のやつなんでね、あ、う、おが答えとわかるという流れです。これにてインプットは完了です。あとは問題集でアウトプットして、しっかり身につけていきましょう。